こんにちは、矢田部です。こんにちは、中村優斗です。今日はですね、はい、この間ほら走り方見たい人10件行ったらっていうあれまずこの走り方ね、これまだあえてちゃんとやってないんだけど、みんなが見たいっていうコメントが10個連なったら俺やろうかな。10個ですね。10個。途中でアンチ入ったらもうやめます。ぜひ応援してください、はい、あれちょっとびっくりした結果は1個よくわかんない質問ワンタッチでどうのって挟んだけど、やりましょう。おー来たということで、まずは走り方その1で、はい、腕の振り方で、腕の振り方って言ってどう？腕の振り方ね、普通そうなんだこれ腕の振り方がおかしいっていうお子さんをお持ちのね、お父さんお母さん結構多くて、なんかやっぱ気になるって言うんだよ、はい、だから腕の振り方をやっていこうと思います。お願いします。でじゃあさ、普通に走ってみようか、はい、そっちの方から。まあ中村さんのは俺気になったことないんだけど、じゃあちょっとジョギングで、はい、まあそうだよね、はい、大丈夫です。大丈夫。この辺だよね。まあ今中村さんこうやって普通に振ってんだけど、はい、ね、腕の振り方が気になるよっていうこの場合、だいたいこうだったり、こうだったり、ああそういうことですか。こうやって振ってたりっていうのが結構あって、だからこの辺をどうするかだよね、はい、これどう直すって。直るんですかこれは。直すんだよね。でこの直す部分をどうするかというところで今日はやっていくと、はい、でここでねよくやっちゃってるのが、はい、これ、ね、分かりやすいのがちょっとまあこのカラーコーンでいくけど、ちっちゃいのね、はい、じゃこれ持って、これをねこう、はい、ロボット操縦するようにして、はい、これでさっきのね、はい、振ってみてよって、はい、ほらもう余裕で合ってるわ。あ、そうですか。合ってるね。これが俺後ろから行くよ。できないことすぐこういう風にするんだよ。あ、こういうことですか。そう、うん。でもっと言ったらこうやって何？穴の部分が、はい、さっき中村さんどうやってた？ずっと下でしょ？ほらほらほら。ずっと下なんだけど、これで後ろにただこうやって抜けちゃうんだよね。そうするとこれって何がいけないかっていうとね、後ろにこれ引くと、ほら足上げるっていうの前やったじゃん、はい、どうやって上げるのって言ったらシーソーだよって話したの覚えてる？はい、覚えてます。シーソーで足を前に出すときはこれ背中を後ろに下げるわけでしょ、はい、頭をね。にもかかわらずこれだとほら下がんないじゃん、今のこのこれだと。あ、そうそうそう。これが引くと背中がちょっと出るの分かる？はい、分かります。ねえカメラさん寄ってもらっていいかな。ここの肩甲骨が出るか出ないかなんだよね。ここで背中で足を頭ごと寝るわけいかないから、背中を後ろに出すと出るでしょ。あ、出ますね勝手に。分かった？はい、これ出ないでしょ。これ出ない、出ない。肩甲骨がそれだとスカスカになっちゃうのよ。だからねえ、分かった？はい、分かりました。だからよくさウォーキングしてる人でさ、ストック持ってこうやって歩いてるおじいさんのおばさん見たことない？あります、あります。スキーやった子とある子ならわかると思うんだけど、これと一緒なんだよね。ちょっと背中使うでしょ、はいはい、これでしっかりと動くよって、うん、そうすると足が前に出るのよ、はい、だからこれペットボトルでもねいいと思うんだね。このまんま平行に動かすイメージができる。意外とこれね今当たり前にやってるけど、すごくやっぱ慣れない子すごいんだよね。なんかよくわかんないけど、なんか後ろの人にこうね肘打ちみたいな。だから丁寧に一歩一歩こうやって動かしていく動きで、そうすると自然とこうなるでしょ。やってたよさっき。ほら。でこれがこうなっちゃう。そう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 。だからクリスチアーノ・ロナウドがこうやって走るっていう人いるんだけど、あれだってちゃんと彼の場合多分背中使ってるよね。姿勢がいいから。
ね、はい、背中っていうのはもう一回映しておこうか、はい、この部分だよね、ここ、ここね、ここね、あの柔らかい選手はここに、ね、手突っ込めんだよ。ああすごい。中村さん入んないや。硬いんだ。硬いんだ。この辺が、まずはね使ってるところ。だからサッカーはあの日本だと本当に足しか気にしないんだけど、はい、ヨーロッパ行ったら上半身でやるもんでしょ。はい、これは声を大にして言うべきだよね。そうですね。何なんだろうねこの伝わんない感じ。なんですかね、変えたいですね、ここ。このサッカーは足でやるって言ってもうちま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 やる感じがいい加減にしたいかな、はい、これは声を大にして言いたいですね、うん、サッカーは上半身でやるものなんだよっていうところを理解していくと、はい、ここでね、足前出るよね、出るよね、そうするとドリブルも良くなるよね。あ、そっか、全て繋がるんですね、やっぱ。だって足が前に出ないとドリブルできないでしょ。いやね、ほら、そうしたら触れるでしょ、丁寧にね、はい、だからまずは手の振り方、こんな地味なのね、ああやって10個ぐらいコメント続かないと不安でできませんよ誰見るこれでもすんごい大切ですよね。いや、めちゃくちゃ大事だよね、はい、だからこれがね、まずできてることで次に相手が来てもパッと手出せるし、落ち着いてでしょ。そうですね、これ出ない子いますよね。だってこうやってたら出ないでしょ、肘伸びきってんだもんこれ無理だよね、折れるよね、ね、手羽先みたいな手羽先っていう出ましたね、新しい。やべえな、手羽先はダメよ。ダメです ね手羽先はやめよう。あのバトン渡したらいいけど受け取りたいとかね。ああ、そっか。誰もね、誰も別に渡さない、はいというね、はい、形で、まずはあのその場でできるし、お家の中でできるじゃん、はい、ね、あのだから一個言っとくよ、陸上の走り方を参考にするのはサッカーとは違うから、それでまたとやかく言うのもやめてくださいね、もういい加減で、ね、それだけはね、ちゃんと言っときたい。陸上の走り方の常識を持ってくるのはやめてください。サッカーの土俵です、別物ですよね。別物、ここはね、もうそろそろね、声を大にして、もう一個声を大にすべきだよね。陸上の走り方やるとちょっと危ないよっていうのは毎回言ってます。サッカーの走り方ね、あの、まあでもマラソン選手はこんな感じで走ってるかな、楽にね、はい、やってるよね、自然に足が出るというね、ところをね、ぜひ、まず今日はこれ一発目です、はい、ね、ここはね、ぜひね、練習してもらえるといいと思います。ということで、チャンネル登録お願いします。